ところで殺せよってさ、殺せよって聞こえない？なあ、国語の先生よ。あんたを殺す前に聞くけどよ。うっとうしいぜ、プチャラティ。もう分かってんだろう。なんか、よーぐ、企んでると思ったがよ。ブチャラティ、おめえが必死にやったことはこの程度のことかよ。これは、皮膚が、まさか、石畳が泥化してんだぜ。地中にあるおめえの肉体もよ。当然俺のそばに近づけば近づくほどよ。聞こえたぜ、そこだ。完全に捕らえたぜ、よくわかる。お前までの距離 1.5m、すでにコロッセオに登ってたのかよ。かなり惜しかったな。くらえ、秘密は俺のものだ。スティッキーフィンガーズ。うん、なぜかわからないんだ、俺自身もな。俺の体はもう骨折しても痛みがほとんどない。心臓も止まっているから大量に出血もしない。ダメージが鈍くなっているんだ。だから俺はこれを待っていた。きっと耳の鼓膜に衝撃があっても大丈夫だろうな。俺は待っていたんだ、お前が何もかも驚かした地中に引きずり込むのをな。街灯ごと、道路標識ごと、駐車している自動車ごと、そのタイヤもな。おっと、こんなことを言ってももう聞こえないかな。やろう、やりやがったな。だが大したことはねえ、ちゃんと聞こえるぜ。今のパンクの音もちゃんと聞こえたぜ、位置はわかる。そこだ、ブチャラティ。味がここは、なんでだ、やつはどこだ。お前の鼓膜は破壊された。地中を進むというオアシスだったっけか。耳というレーダーを失ったその能力はもう役には立たない。俺の鼓膜を破ろうって気だな。耳を失えば力進めねえと考えてるだろう。くだらねえ考えだぜ、グルだ。この俺を再起不能にするつもりだな。そばに来るんじゃねえ。もう喋るな、話が噛み合わねえ。夜だ。やった。てめえが攻撃してきた瞬間、俺はこの小僧を泥化する。それをおめえにぶつけて逃げる。子供を殺したくはねえだろ、ボケ。ブチャラテ、何動き出してんだ。俺の言ってることが聞こえてねえのかよ。おめえの射程は2メートル以内、間合いは十分理解している。ミスって足を痛めたから逃げられねえと思ってんな。なめやがって、こいつら殺せ。かっけかった。やはり届いてねえぞ、射程の外だ。アホンダラが手をかすっただけが、なに、全然バクちまった、俺の喉が。やばい、解除しねえと。しょうがない。